テオルギー・フヨードロビッチ・ザハロフは、ソ連の軍人、上級大将、白ム村の農家に生まれる。1915年、ロシア帝国軍に招集され、1916年、順位学校を卒業。陸軍将尉として第一次世界大戦に従軍。1917年10月、連帯政治委員に選出され、ソビエト当局側に移る。 1919年から赤軍に入隊し、全連邦共産党に入党した。1919年8月から中隊長として、東部戦線で戦う。ロシア内戦終結後、大隊長、連隊長、師団軍事経済補給部長を経て、老能赤軍公平アカデミーで戦術講師を務める。1920年、不評過程、1923年、 射撃過程、1933年、MV フルンゼ名称軍事アカデミー、1939年、参謀本部軍事アカデミーを卒業。1939年から1941年、ウラル軍管区参謀長。独組戦勃発と共に、西部戦線、第22軍参謀長となる。1941年8月から、ブリャンスク戦線参謀長、10月から、 同戦線司令官、12月から西部戦線副司令官となり、モスクワ郊外の反抗作戦に参加した。1942年5月から北カフカーズ方面軍参謀長。8月から南東戦線参謀長となり、スターリングラード郊外の反抗作戦の左翼部隊の指導を実施した。その後、南部戦線副司令官を経て、1943年2月から、 第51軍司令官となり、ロストフなどの解放に参加した。1943年7月、第2新英軍司令官となり、ミウス川及びモロチナヤ川の敵防衛線突破、ペレコプ、セバストポリの解放で活躍した。1944年6月から第2シロロシア、戦線司令官となり、シロロシアの解放に貢献した。 1944年11月から第4、新英軍司令官となり、ドナウ川を溶かして、ブダペストの敵を包囲した。1945年4月、第4ウクライナ戦線副司令官。戦後、南ウラル軍管区と東シベリア軍管区司令官を務め、1950年9月、射撃家庭長となった。1954年9月、 地上軍戦闘訓練総局副総局長。第3期ソ連最高会議大議員。霊人勲章、赤旗勲章4個、1等、スボーロフ勲章2個、1等、クトゥーゾフ勲章、1等ボグダンフメリニツキー勲章、2等、スボーロフ勲章を受賞。ありがとうございます。